より小さい大相撲3月場所、6日目、15日、大阪、エディオンアリーナ。注目の重量対決は、元大関候補、に軍配が上がった。重量10枚目、若隆景、荒をが重量13枚目、白王鳳、宮城のをすくい投げで下し、初日から無傷の6連勝となる白星を挙げた。令和の怪物、に力の差を見せつけ、 すげえ当たり W、重量の取り組みとは思えない、とファンも盛り上がった。若隆景が関取として土俵に立つのは球場前の令和5年、2023年3月場所以来、実に1年ぶり。怪我の手術で番付を落とし幕下から再スタートを切ったが、もともと次期大関候補と言われていた元関分けだけあって実力は圧倒的。先場所で幕下全勝優勝を遂げると、 今場所でも初日から他を寄せ付けない相撲で、格の違い、を見せつけてきた。一方、古傷の肩の手術を経て3場所ぶりに復帰した先場所で6勝を挙げ、球場明け1場所で十両に返り咲いた、令和の怪物、琴白王法。8ヶ月ぶりに臨む関取の舞台では、初めて曲げを言った姿を観客に披露し、初日から落ち着いた攻めを見せて3連勝。 四日目からは二連敗と足踏みしているものの、将来性を感じさせる取り組みで会場を沸かせてきた。共に幕下だった先場所では取り組みが組まれなかったため、これが初めての対戦となった六日目。立ち合い五感の当たりで強烈にぶつかると、まずは白王砲が得意の左四つを作ろうとした。だが盤石の相撲で左を刺した若隆景が攻め込み、土俵際、 白王法の粘りも許さず若隆景が貫禄の救い投げで勝利。重量でありながらハイレベルな一戦に館内は沸き、決着がつくと大きな歓声が沸き起こった。若隆景は初日から6連勝、敗れた白王法は3連敗となる黒星を喫した。元大関候補と令和の怪物、注目の初対決に、ファンからは、すげえ当たり W、重量の取り組みとは思えない。 強すぎ、粘りがすごい、素晴らしい、とてに痩せ握るコメントが相次いで寄せられた。